ねえママ、助けて。どこにいるの？ライアン、どうしたの？コンボが水中要塞に閉じ込められた。え、コンボが？わかった、ママが何とかするから大丈夫、すぐ戻ってくるね。頑張って。コンボはプールに飛び込んだんだ。プールに？そう、このプール、僕は念のため誰かに助けを頼んでみる。それじゃあ頑張って。あ、待って。そっか、あ、飛び込まなきゃね。待って、あ、ペックがすごい転送装置を持ってるんだよね。あれがコンボのところへ瞬間移動させてくれるかも。そうしたら水中に行く準備をしなくていいよね。よし、ペックどこにいるの？私を水中に転送して。ライアンズワールド、僕と一緒に遊ぼう。よし。うわー、嘘みたい。水中なのにちゃんと息ができるよ、すごい。あ、ペックのテクノロジーのおかげだね。よし、ライアンの話だとコンボはここに閉じ込められてるんだよね。コンボ、そこにいるの？ライアンママ、そう、ここに閉じ込められてる。え、どこに？鍵をなくした。わかった、でも何言ってるかよく聞こえないの。貝のところにあるんだ。殻の中？貝だよ。金？貝だってば。ケール？聞こえないんだけど。どうだ、本当に動かない。あ、でもきっと鍵は近くにあるはずだから見つけるしかない。朝飯前だよね。コンボ、すぐ戻るから安心して。了解、急いでね。あ、何これ。あ、サメ？この子インサメでしょ。わかった、そうでもないみたい。ごめんね、邪魔しちゃって。よし、うわ、これは何かな。うー、かわいいお魚ちゃん。寄り道しないでよ。寄り道するな。だって、そうね、行かなくちゃ。ごめんね、コンボ。あ、ほら、こんにちは、ギル。会えて嬉しい。こんにちは、僕も嬉しいよ。何かご用かな？あ、実は助けてほしいの。コンボが閉じ込められちゃってね。鍵を探してるの見なかった？見たよ。僕たち水中障害物レースをやってるところなんだ。あ、恐ろしげなミッションね。伝説によると障害をクリアすればお宝が見つかる。でも僕たち失敗して鍵もなくしちゃったんだ。わかった、大丈夫よ、私ならできる。ママに任せて。でも何するの？よし、最初のチャレンジは3匹のサメの門番を通過すること。バケツの魚を食べさせれば次のステージへ行ける。なら簡単、お魚あげれば通過できるのね。ありがとう、ギル。じゃあね、頑張って。つまり餌をあげればいいんでしょ、3匹のサメに。そんなの楽勝、私の腕は確かなの。入ったの？だから言ったでしょ、見ないで入っちゃった。もう一発。やっぱり見てやらなきゃね。じゃあ行くよ、サメさん、召し上がれ。これで2つ目、あと1つで OK。 簡単。あ、あ、ごめん、もっとちゃんと狙わなくちゃね。行くよ、ほら、口を大きく開けて。いや、イエス、1匹終了。あと2匹いくよ。サメさん、準備はいい？俺には目を閉じて投げなきゃダメだ。というわけで目を閉じて投げてくれですって。うん、わかった、できるよね。すごく難しいけど、こんな感じ。よしよし、いくよ。1、2、3。ごめんごめん、目に当たった、ごめん。目をつぶれ、ズルするな。そうだよね、ちゃんと本当の目を閉じなくちゃ。ごめんごめん。よし、1、2、3。おっと、それじゃあ2つ一緒に投げたら1つは入るんじゃないかなね。よしよし、1、2、3。あ、いえ、あと2つ、楽勝だね。もうまとめて投げちゃうから、目をつぶって投げても失敗するわけないよね。目は閉じます、なんてね。1、2、3。イエー、あと1匹ね。あれ、バケツは？困った、どうしよう、魚全部使っちゃった。あ、あ、ここにいた。あ、バケツもう1個あった。あ、
サメさん、これもらっていい？友達のコンボを助けるために必要なの。持ってきな。あ、ありがとう。後でもっとよこせ。オッケー、もう行って。じゃあな。よし、サメはあと一匹。甘く見るなよ。今度は片足でバランスをとって投げるんだ。片足で？わかった。体操教室に通ったことあるし、簡単だよね。うわ、あ、今水の中にいるから難しいの。陸の上なら超簡単。よし、大丈夫。いくよ。1、2、3。いや、おっと、鼻に当てちゃった。よし、ごめん。1、2。あ、ぴょんぴょんしよう。あ、いや、ほら、できたでしょ。あと2つだね。まとめてあげちゃう。1、2、3。はい、やったね。ふっ、おまけもあげちゃうことにするね。ありがとう。どういたしまして。もう行ってもいい？いいとも。だがチャレンジはまだ終わってない。サメにまつわるクイズに答えねばならない。クイズって？サメに骨はあるかな？骨はあるか？人間には骨があるでしょ？骨がなかったら動けないよね。思い出してみよう、小学生の時のこと。大昔だけど、先生に習ったの。サメには骨ではなく軟骨があります。そうか、ホス先生ありがとう。よし、先生によればサメに骨はない。ない、骨はない。おめでとうライアンママ、正解だ。やった。そう、サメにあるのは軟骨でしょ。正解。よし、じゃあ次行こう。うわぁ、なんなのこの場所。全部が蛍光色で輝いてる。うわ、クラゲだ。わぁ、触っちゃダメだね。よし、あー、ホラー穴を通過しなきゃ。暗くなっちゃったね。いや、よし。フロアイズラバみたいだけど、ここはトンネルで、水の中。うわぁ、クラゲだ。触っちゃった。よし、あともう少し、もうちょっと、いや、あともうちょっとだ、もうちょっと。うわ、ここにもクラゲ。うわ、ごめん、ごめんね、邪魔して。よし、ここから出てくね。うわ、よかった、怖かった。あれ、何これ。出ない。何なの。絶対途中で必要になるやつだよね、鍵を見つけるための道具。うわ、あ、どうなってるの。あ、こんにちは、タコさん。いや、ここで何をしておるのかな。あ、探し物。私の剣だ。これが？そこで見つけたの。私のだ、返せ。タコさんの？あ、でも、鍵がどこにあるか教えてくれたら絶対返してあげる。友達がね、うっかりして潜水艦に閉じ込められちゃって、冒険の途中で大事な鍵をなくしてしまったの。その鍵見なかった？見たぞ。だが鍵を手に入れるには海賊を倒さねばならない。海賊？いかん、急げ、隠れろ、友達が来た。友好的なやつではないのだ。やだ、怖いのが来ちゃったけど、私にはこれがある。いや、おお、やめろ。ついてやる。ちょっと待って。あ、そうだ、こうしちゃおう。こちゃ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 。おい、待ってくれ。見せたいものがある。何？炭をくらえ。ああ、もう炭だらけ。よし、じゃあ、ねえ、イカさん。なんだ？あ、私は通り抜けたいだけなの。友達を助けるためにね。この剣と引き換えにしない？ああ、取引成立だ。どうぞ。なんてね。ああ、そう。ひどいな。うわぁ、緊迫の展開。もうすぐ鍵を見つけてくれるよな。ここにいるのも飽き飽きしてきたよ。くそ、タブレットとか持ってきてればな、遊べたのに。危なかった。あ、なんなのこれ。わ、よし、本当にごめんね、タコさん。これ借りとかなきゃいけないの。何が待ち受けてるかわかんないし、後でちゃんと返すね。うん、失礼。お、巨大クラゲに触らないように。通り抜けろってことね。よし、頑張れ。
気をつけて。慎重に、慎重に、慎重に。チーン。うわ、ここは一体何の場所？まさか宝物？おい、動くな。俺のお宝だ。あ、こんにちは、海賊さん。よう。友達を救い出すのに鍵がいるの、見なかった？それは、この鍵か？こいつが欲しいなら、剣で俺と勝負しろ。そんなの、楽勝よ、でしょ？よし、行くよ。かかってこい。わかった。はぁ、ふぅ。あった。はうん、思ったより強い。当たり前だ。あ、そう。いや、うわ、あ、まずい。どうしよう。なにこれ。うわ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 、あの海賊すごく強いんだけど、私には戦う武器が。あ、やっぱり見つけちゃった。復活よ、海賊、これ見て。はぁ、ほぉ、俺の剣が。まあいい、お前の勝ちだな。フリーズ。よせ。風で飛んでけ。危なかった。待って、鍵忘れちゃった。やだ。落としてたよ。もしかしてこの鍵で宝箱が開くのかな。コンボもちょっとぐらい待ってくれるよね。よし、行くよ。おお、どうかな。何これ。本物だね。よし、それじゃ、よいしょ、持って帰ろう。待って、コンボのために来たんだった。コンボの方が大事。戻ってくるね。オッケー、鍵を持って。よし、行こう。やったね、鍵手に入れたよ。コンボきっと大喜びだよね。あの、カイさん、道を塞いでるからどいてくれる？潜水艦に閉じ込められてる友達を助けに行きたいの。へへへ、断る。断るってなんで？誰かが大事な真珠を盗んだ。黄金の真珠をな。わかったけど、真珠ならこんなにたくさんあるじゃない。ほら、私の黄金の真珠を持ってきたら通してやる。え、黄金の真珠？それじゃあこれ黄金？黄金？黄金ではない。違う？そっか、じゃあ黄金の真珠を見つけて動いてもらおう。あ、人魚さん。はい。黄金の真珠見た？うん、妹に聞いてみて。妹さんに？わかった。あ、はい、黄金の真珠見なかった？ここにあるよ。あ、あった。触っちゃダメ。え、触っちゃダメなの？ダメ、チャレンジに成功しないとゲットできないの。わかった、私にチャレンジしてほしいのね。ボールを持って。オッケー、それで？ボールを3回頭で弾ませて、落としちゃダメよ。わかった。うん、仕方ない、人魚はゲームが好きみたいね。アシカみたいにやってみる。3回でしょ、頭でね。1回。あー、よし、私ならできる。もう1回。よし、1回2回。あ、思ったより難しい。集中しなきゃダメだね。集中。ジムにいる時のことを思い出してしっかり決めなくちゃ。一度でね、もう練習はおしまい。よし、私なら3回できる。コンボのため、コンボのため、集中しろ。1回。あんまり集中してなかったね、ごめん。よし、1回2回。わあ、3回。なんとか成功。いいよね、それもらっていい？どうぞ。やったね。ありがとう。はい、どうぞ、カイさん。あなたの黄金の真珠よ。ははついに。ありがとう。どういたしまして、こちらこそ光栄だわ。お手伝いしたからどいてくれる？もちろん、いいとも。ありがとう。よし、バイバイ。さあ、コンボ、鍵ゲットしたよ。いるの？アイアンママ、いるの？そうよ。よし、回そう。よし、イエーイ。
カンバいる？おいで。ああやっとか。ここで超退屈してたんだ。出してくれてありがとう。ああいいのよコンボ。でも次は気をつけてね。ほら水中ってかなりの冒険でしょ。確かにね。もっと気をつけるんや。もう帰ってご飯作らなきゃ。ん？安全に鍵もなくさないで。よし、バイ。無事でよかったよコンボ。だね。ママを呼んでくれて助かったよ。どういたしまして。見てくれてありがとう。僕たちはいつもハッピー元気いっぱい。バイ。